ピングの応用編でミニハードルを並べてジャンプトレーニングをしてみましょう。ミニハードルという対象があるため、引っかからずに設定された歩数で超えていくには一定のスキルが必要です。またミニハードルを超えた後の設置は衝撃が大きくなります。これをうまく受け止めれるようになると一歩で進むパワーを獲得することができます。ミニハードルは20足長前後で5台並べてください。間は3歩でジャンプしていきます。右右左でハードルを超えていきます。ポイントは3つです。1、着地はお尻と体幹で受け止める。体の中心部から動かすイメージをしましょう。2、腕を大きく使い体を弾ませましょう。着地とのタイミングも合わせます。3、うまくできると空中に余裕ができます。自然に体が落ちるのを待ってください。ミニハードルの間隔がレベルに合わせて伸びていくといいですね。障害物をハードルに変更して行うホッピングはまた改めて紹介します。